文久3年9月、夏の蒸し暑さが少しずつ遠ざかり、京を取り囲む山々が美しい紅葉に彩られ始めた。俺は久しぶりに伏見の町へとやってきていた。気乗りがしない役目ではあるものの、この時期に京に来られたのは幸いかもしれない。このような眺めは滅多に見られるものではないか。今日も伏見も風が吹かぬ町だが、それでも息を吸い込むと春の花の香りと夏の匂いとも違う秋の匂いが感じられた。ただの見物で来たのならよかったのだが、正直なところ不本意ではあるが、それを言ったところでどうなるのだ。そんなことを考えながら向かった先は伏見にある寺田屋という宿だった。1年前とある騒動が起きた宿だが、客とおぼしき者どもが頻繁に出入りをし繁盛している様子がうかがえる。あれほどの事件があったのだから寂れていると思ったのだが、人間というのは存外にしぶとい生き物だな。そんな言葉が一人でに口をついて出る。俺はしばらく寺田屋の様子を眺めた後、きびすを返し店の前を離れたのだった。その後喉の渇きを覚えたので、近くにある茶店に寄ることにした。ちょうど客の出入りが途切れたらしく、他の客の姿は見当たらない。外の縁台に腰を下ろすと、店の者がこちらへと近づいてくる。いらっしゃいませ、ご注文をどうぞ。茶をもらおう。店の者は手早く注文を取った後、奥へと姿を消す。ほどなくして店の者が戻ってきた。持っている盆には煎茶と茶菓子が乗せられている。菓子は注文していないはずだが。茶受けにと思いまして、お嫌でなければお召し上がりください。ふん、なるほど。人間と関わると不愉快な思いをさせられることがままあるが、ごくたまにこうして見直してやる機会に恵まれることがある。とはいえ、人間という生き物に対する認識を改めさせられるまでには至らぬのだ。それではごゆっくり。店の者はそのまま俺のそばを離れようとするが、待て、しばし俺に付き合ってもらおう。ですけど。2、3聞きたいことがある。手間は取らせろ。俺は懐から金子を取り出し、椅子の上に落とす。そんなに困ります。店の者はあからさまに困惑した様子で俺を見る。いいから受け取っておけ。そして少しの間迷う様子を見せたが、やがて金子へと手を伸ばした。ありがとうございます。そう言って懐に忍ばせたのを見届けた後、俺は近くに見えている寺田屋の方へと顎をしゃくる。去年の春ごろ、あの宿で事件が起きたのを知っているか。するとその者も寺田屋の方へ目を向けながら答えた。はい、寺田屋事件ですよね。私がここで働き始めたのは半年ぐらい前からなので、詳しいことはわからないんですけど、なんでも薩摩藩藩士の方々の間でいさかいが起きたと聞いています。島津久光の命による薩摩藩同士の殺し合いだ。 お客様、お声が大きいかと。安心しろ、周囲に聞く者は誰もおらぬ。慌てる店の者を知り、茶に添えられた菓子を口に運んだ。そんな事件があったにもかかわらず、
随分と繁盛しているようだが。寺田屋さんは大阪からの便がいいので利用する方が多いらしく。ほう、大阪と京の間を行き来するためには淀川の船を使うのが手っ取り早い。この寺田屋はその中継地としてちょうどいい場所があるから。かつての薩摩藩が定宿としていただけることは、さて面倒だが聞かねばなるまい。薩摩の者たちに代わって近頃はどのような者たちが使っている？そうですね、商いの方のほかはお侍様も多いようです。ほう、侍か。やはり西国のものであろうか。よくご存知で、長州や土佐の方が多いようです。面白い、薩摩がいなくなったところを長州と土佐が使うか。俺の言葉を聞いた店の者の顔が一瞬こわばったけれど、すぐに商売人特有の愛想のいい笑いを浮かべ、またおたわむれよ。冗談ではないのだかな。そして話題を変えるかのように話し出した。そういえばここへ来る途中、アサギの羽織を着た人たちを見かけませんでしたか？いや、見かけなかったが。それは何者だ？幕府の命令で尊上浪士さん方を取り締まっているらしいです。その話は初耳だった。その連中の名は何という？名は確か浪士組とか。聞いたことがない名だった。薩摩藩邸に詰めている者たちならさすがに知っているだろう。後で藩邸に立ち寄った時にでも確かめてみるか。そんなことを考えていると、何人かの客が店へとやってくる。あ、いらっしゃいませ。新たに来た客に挨拶をした後、店の者は俺を振り返る。お客様、申し訳ありませんが、そろそろ。わかっている。聞きたいことはあらかた聞き終えた。その言葉にほっとした様子で店の者は頭を下げた。そしてそのまま他の客の注文を取りに行く。俺はだいぶ冷めてしまった茶を一口すすった。今日の情勢も随分と変わったのだな。昨年の寺田屋での出来事が頭をよぎる。事件が起きる前、薩摩藩士は長州藩士と並び尊攘派の急先鋒とされていた。京に上洛した彼らは豊富な資金で公家たちに取り入り、あるいは京で気前よく金を使い商人たちから人気を博していた。また天誅と称して主に開国派とされる者たちを惨殺する事件を引き起こしてもいた。だが尊攘派に傾く藩士たちを快く思わなかったのが、今薩摩藩の実権を握っている島津久光だ。俺はあの日久光の意向で寺田屋へと向かっていた。もし藩士たちが歯向かうようなら全員殺せとの命を受けて。あの事件以降、薩摩藩は尊攘浪士に対する求心力を失い、幕府になびいて公武合体運動に参加することになった。そして薩摩と並び尊攘派として名を博していた長州藩が今この京を我が物顔で闊歩している。時代というのは刻々と移り変わるものだな。とはいえ、いつの時代も帝と朝廷を味方にした者が勝者という人の世の断りは変わらぬ。さて、幕府か長州か、誰がこの地を手中に収めることやら。
茶を飲み終えた俺は客でにぎわい始めた店を後にした。用事は済ませたのだからすぐに京を離れてもよかったのだが、こんな機会でもなければめったに訪れることもない場所だ。俺は何気なく大通りへと足を向けてみた。殺伐とした世の中だというのに大通りは驚くほどにぎわっている。先ほど寺田屋を訪れた時も思ったことだが、大きな事件があった後でも人間というのはたくましく日々を送っていくものらしい。そんな中、通りの向こうから異様な風景の集団が近づいてきた。整然と隊列を組み、規則正しく歩いていく。その者たちは、アサギの羽織。では、この者たちが先ほど茶店で聞いた浪士組という連中だろう。なるほど。かの者たちは、幕府の命令で尊上浪士を取り締まっているという。薩摩は今のところ砂漠側と見られているが、幕府の傘下となったわけではなく、いつしかその地位を引きずり落とすために近づいているに過ぎ、今後の情勢によっては幕府と袂を分かつことも十分に考えられる。浪士組といったか。もしかすると連中とはいずれ敵対することになるかもしれぬ。奇妙な胸の高鳴りを覚えながら夕暮れの街を歩くのだった。